アルカンタラは、ロイヤルメルラインの客船。アルカンタラは、ベルファストのハーランド&ウルフ社で建造された。1927年進水。サウサンプトンと南米東岸とを結ぶ航路で運航された。1934年に期間が強化され、最高速度が18ノットに増加した。アルカンタラは1939年に仮想巡洋艦に改装され、一本煙突になった。さらなる改装のため、マルタへ向かう途中で、キュナードラインの客船、フランコニアと衝突し、修理のためアレクサンドリアへ向かった。1940年7月28日、アルカンタラは南大西洋でドイツの仮想巡洋艦トールと遭遇した。この時トールはユーゴスラビアの貨物船ビアに偽装していた。トールは最初アルカンタラを貨物船だと思い接近したが、仮想巡洋艦であるとわかると逃走を開始した。だが、アルカンタラの方が高速であったために逃げ切ることができず、トールはドイツの旗を掲げると攻撃に転じた。アルカンタラは命中弾を受け速度が低下。一方、アルカンタラの6インチ砲は命中しなかった。アルカンタラの速度が低下するのを見たトールはアルカンタラに接近したが、その時、アルカンタラの6インチ砲弾が命中した。これは貫通し爆発しなかったが、トールは逃走に移った。だが、そこに2発目が命中し、トールに損害を与えた。この戦闘で、アルカンタラでは、死者2名負傷者7名を出した。1943年に、アルカンタラは、兵員輸送船となった。南米への航路は1948年10月に再開され、1958年4月に売却されるまで続いた。日本の所有者に売却されたアルカンタラはKaisho Maruと改名されたが、同年中に解体された。ありがとうございます。